どこに孫よくわかんないんだけど、よいしょ、おはようございます。さよなら。元気でしたか？お元気でした？あの子。まあ、呪文言い方呪文してます。産毛を整えてます。この部分剃って切りました。シェーバーで。可愛いでしょ。娘の曲だよこれ。おーまるで OK。 ちょっとなんか前髪が。髪がなんかよくわかんない。走り出すんだ Yes we are bossy bossy I'm bossy 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 B-O-C-N-Z 大胆で無謀じゃもういられない。来そうでしょ。トゥサハートマッコイさん、キャンディジジハート、ありがとうございます。ご飯は食べてない。今から食べますよ。なんかうちの髪どうなってんの。
だってそんな瞬間の夢。え、ちょっとメイクも共にしていきたいんですけど、今日はどんべ、あー惜しいなー本当エクソさんハートありがとう。そう今日はね、あのジャムのリハーサルが朝からございまして、9時くらいからあるんですよ。軽くメイクをしていこうかなと。まあそんながっつりはしないんですけど、軽くメイクしてって感じで行こうと思ってます。はい、なんでちょっとのエルドグルはいっぺみたいな。一日中あるわけじゃないんです。私午前中だけいるので、私はなので、いや昼間のショールームはやりますので、それには間に合う。だけど皆さん今昼間のショールームは何しようかっていう、じゃあ相談配信ミーティング。見ると欲しいってなっちゃうから、カバーかわいい。花見の準備、もう花見か、早いね。どうもありがとう。ビタミン C。 心霊が起きた今。勝手にドアが閉まった。アラームが鳴った。おー、タイマー。
タイマータイマー。私の朝ごはんです。カップ焼きそばじゃなくてなんか油そば、ブブカ。ちょっとねこういうカップラーメンは食べたくなるんですよ。朝からカップラーメンいただいちゃいます。もうふりかけをかけますね。じゃあカフェラテ、うわ、飲むのやめた。これ一発もうボッて食べてボッ、あー美味しいってなって飲みます。犯人乗る、大丈夫、全然大丈夫じゃない。あ、大丈夫だ、まだ大丈夫。美味しい。この麺が太いやつ好きに、焼きそばとか。太麺なんでも好き。きしめももちろん好きだよ。
明日はいつも平たい、あのフィットチーネかリングイネです。普通のスパゲッティの麺はない、あんまりそれ食べん。これ焼きそばじゃないん、油そば、あのブブカの油そば。昨日さ、みんなケンタッキー食べてさ、私食べてないんだけど、すすらない派？すする派だよ。でもラーメンだったらすするけど、焼きそばすすらん。これはすする系じゃないかなと思って、ハムハムハムってハムハムって。ペロだよ、ペロ。カップインスタント。無謀者もいられない。うん、でもなんかうーってすすって、あの顔にさ汁飛んだりするのは嫌なのよね、女子でしょ。もう愛ちゃん、ジャックン、愛ちゃん、愛ちゃん、くまちゃん、ありがとう。テスさん、ハートありがとうございます。カレーうどんとかマジ絶対すすらないですもん。すすらなくても飛んでるから。
黄色の服でもカレーは茶色です。見えます、見えます。甘くないイタリアン、美味しい。もうあとちょっとしかない。あれやね、ウマ娘見よう。アニメ1話から一挙放送。モノスベは 何で流れてんだろう。え、まだ何も見てないよ。アメーバ。アメーバで見れるかな。アメーバピグ。3期しかないね。あ、もう、あんじゃん。でもプレミアムじゃないと見れんよ。でもお
うん、お金払わないとなんかな。なんかこっち、こっちだったらなんか見れるのかな。これ見れるわ。オッケー、私はこっちで見ます。間違えた。ユーネクスト入ったん。バリバリ入ってんじゃん。なんだ。そう、でも今日はあの19時から推し活があるんだ。皆さん流れ星ありがとうございます。そう、パカパカスペースかながあって推しメンが2人も出るんです。ちょっと見てほしい。まあ、娘好きな友達がね、おみゆがさ見に行ってクリスエスやばいみたいな話をしてそしたら送ってきてくれたんだけど、見て横の方がいいか、あれ、あっちバカスペースっていうやつなんだけど、今日の19時頃から見て、 CBO の方とクリス S の声優さんがなんと出てくださるっていうので、もうこれ見るしかないなって見て保存しちゃった。もう好きすぎて保存しちゃった。
しみ。うん、パガチューブもある。なんかよくわかんない、これ多分なんか X のスペース、だからなんかよくわかんない、なんか casual で formal で casual そうへんで乾杯ポールは愛が魅力に満たせる。誰にだってそんな瞬間あるよね。ちょっと待って、これどうやって調べるんだ。これか。ちょっと待って、どこから見る
あ、すごい。ライブを見ながら、この今日のやつはライブを見ながら振り返り配信なんだって。19時から、そう、で同時に見る、一緒にこのライブ映像を見ながらの配信らしい。てけ、あのライブのやつを買ってくださいねって書いてた。ぜひそのライブの、あのアーカイブを買って、それを見ながら一緒に振り返り配信しようかっていうやつ。そういうことね。このスペースはどこで？やばいやばい、難しい。この X のスペースってどこで行くん？あのスペースってどうやって見るの？ X の教えてー。マジでかっこいい。はるかメイクさんマジでかっこいいんだけど、超かっこいい。あー、そういうこと。なんかあのインスタのストーリーみたいな感じで。理解。あっちゅう間やった。星座待機する感じ。最前途線。っていう私の推し活が本日はございますので、楽しみ。もうね、ライブのアーカイブはもうライブが終わってすぐ買いましたから。その日中に買いましたんだよね。私振り返り配信が見れます。4時間。いや、4時間私ライブ立ちっぱなしだったんだと思ってびっくりして、なんか4時間経ってるような感じもしないし、でその4時間っていうそのワードにもうあのびっくりするし、どういうこと。皆さんの気持ちを味わっております。すごく私も皆さんにとってそんな存在になれてますかね。ワクワクできるような
とりあえずメイクしていきたいと思います。ね、尊い存在になれてます？アタヒ。楽しい時間はほんまにあっという間に過ぎちゃう。なんでなんだろうね。楽しくない方はさ、めっちゃ長いのにね。マジで授業とかガチでなんか、もう30分経ったって思ってバッて見たらなんか15分ぐらいしか仕方てないみたいな。え？おはよう。始めました。あらあらあら、サムネがかっこよくてミッションの手が止まります。ミッションの手が止まったの。ありがとう、かっこよくしちゃった。今入ってきたらこんなかっこいいと思って入ってきた、入ってみたらあれスピナー女の子が配信してる。いってらっしゃい、頑張れ。私も頑張るから。ほらすっぴんも多いですよ、可愛いよ。ありがとうございます。やさ、じゃあ推しメンの、これも推しメンの曲なんですけど、CB が歌ってるんで、じゃあやっぱあっちにする？やっぱミッションって出ちゃったらさ、もうこれしかないよね。かっこいい。この入りがかっこいい。入りのこの音が。
I know, I mean Mission is mission Just do my work てるちゃんハートありがとう。ジュンなんでクリスパあスーパースーパークリスス、シンボリクリスススってキャラクターがねすごいなんか青い瞳でなんか普通の馬と比べるとちょっと違うんですよ。でなんでそんな違うんだろうって思ったんだ。外国の馬なんですね。で。この馬を持ってきて日本で走らせたのって、お父さんが言ってた。はい、そしたら僕ちゃんはクマが結構あるのですよ。なので赤み赤をこの目の下にポンポンポンとつけてあげることによってクマが消えるんです。なんか男の人のなんかメイクで、まあ男の人ってこうおひげがあるじゃないですか。ひげを隠すのになんか赤色のチークとかをバッて塗ってからファンデーションとかコンシーラーをすると消えるんですって。だけどそれと同じように黒い部分なんでつけてます。同じ感じで、
この上からもう一回。セキュリックはないまあ気持ちの問題ですそれ言ったらおしまい。なってきた。え、そう見えるだけだよ。そう、この間ユニバ行ってさ、あれコナン君のアトラクション行きましたよ。チークを先に塗ってからフェイスパウダーを。私はこのもうヌヌ。目の下ぐらいから。ちょっとあんまり見えんねん。なんか小アトラクションだったんで、すごいジェットコースターがとかそういう感じじゃないんですけど、まあコナン好きな人には嬉しいような。なんか 4D で 4D でやってくれるんですよ。そう、上からねキットが降ってきたりとか。くんは無理なんですけどコナンくんじゃないんですけど、出てくるのはコナンくんと安室さんとジロキチ王子様は画面の中なんですけど、その子と蘭姉ちゃんキッドが三次元に出てきます。たらなんかキットが途中で出てくるんですよ。
見て、コナン君好きな人とかはめっちゃ好きだと思う。でもアトラクションとかを求めて行った人はちょっと違うかも。子供でもと、まあ楽しめるっちゃ楽しめるとは思いますけど、思いますけどって感じ。はい、肌は完了しました。でここからシェーディングをします。もう顔のいらない部分を根こそぎ削っていきたいと思います。の真ん中ぐらいに取って、ガッて何か YouTube で見たんです。ここに入れるといいみたいな、ここにこう入れると輪郭がくっきりしていい、シェーディングをそこに入れたらいいって書いてあったんですけど、そんなことしないです。あんまりやりすぎたりするとこはね、あれみたいななったりするし、なんか入れ方にもよって結構、私結構適当なんですけどなんか入れ方でちょっとこけて見えたりとかするんですよ。顎下にもね、シェーディングを入れるのが大事っていうのは、っていうのを私は教わったので、前に。なんかの、多分ね、ベストヒット歌謡祭だった気がする。はい。まあ、輪郭は削りましたよ、と。そしたらこのお花さんのお花にね、お花をスンと、本当はねあのブラシでいきたいところなんですけど、なんて言ったって面倒くさがりなので、しかもそんななんかがっつりの化粧じゃないんで、
スイってなったらね、しっかりブラスでブラスでブラスイでやりますけど、そしたらここのここを目立たせるためにここをね軽く、あんまり分かんないですけど、てかなんかここ赤くね、ここ赤いねんのなんででも私よくそこ赤くなるんだよね、なんでなんだろうかね。はい、このいい感じになったじゃないですか。まあ入らした、話してとあごした影になるとこですね。はい、そしたら削ることができましたらですね、アイシャドウを塗っていくんですけど、アイシャドウはもうね簡単にこの二色展開のこれを使って、まずこのこっちを全体、お目目全体に塗ります。今7時40分なの、衝撃受けてんだけど、目頭方面の方にちょっとやば、間に合わんかも。はい、そしたらこの茶色取って、目尻の方らへんからこう塗ります。すごい、下に下も同じ感じに、はい、塗りましたと。髪の毛もちょっとやんなきゃ。そしたらアイライン、アイラインなんですけど、アイラインが私このカラーアイライナーを使ってるんですよね。ですごいこのラブライナーも可愛くて、ラメが入ってるんですよ。キラキラしてるんだけど、あんまり見れないんで、まあスルーしてくださいあんま見えないんで、これもうなんかこのライナーはガチでなんかあんまり存在感ないので、カラーライナーなんで、お尻の方ポンついてるかついてないかよくわからんみたいな感じにします。そしたらマスカラも塗ります。マスカラは上はどうしようかな、もうなんか下、一応下を塗ります。
タレにこう入れてから。なんか ちょっとだけ下まつげの存在感を出しますそこまでは出ないんですけどその、もう自分がまつげ少なすぎてでとりあえず次はアイブロウ眉毛がないと始まんないぞっていうところなんで眉毛を爆誕させていきたいと思います。まずこの下のラインを描いてあげて、もうなんかもう適当ですね何時結構やばい、8時には出たい。上もちょっとこの目尻の辺で結構上の方もかたどっておける。目頭の方がね毛が濃いので密集してるんでね、そしたらこっちのパウダーの方、ペンシルとパイレーがあるんですけど、着替えずに出かけるの、着替えさせて。はい。こんなんでいきます。こんな感じで大丈夫です。もうちょっと前の存在感やばくない？低いんだけど。さすがに。さすがに燃えますからします。リップを先に塗っといて
筋で。言っとっちゃう。やばいやばい。すぐすぐ。すぐすぐ。私なんか前のがよくわかんない感じになってるんですけど。なんとっと。とっとっとっと。ちょ、で、アイロンを温めて。オッケー。ならちょっと前髪をね、このここだけちょっと濡らしていただいて、濡らしたら、でも大丈夫、まパチンコ、チャリンコで爆速するんで、でここ3本でここ持っていただいて。微妙になりました。まあ。で、今温めてるんで、温めてる間に、すごい違います。飲む気がなしとけばってスーパースースーパーソンデースいやしょうがない、いやちょっと待って、今だってジェンガだったもん、間違えたジョーラだったから、あこここうやって映ったらまずいと思ったけ、足がジェッタタタタやね、普段からそんなねやってるわけじゃないですけどね。うわさ流さないでください。
こんぐらい、今何時？55分。よし、いいぞ。完璧です。オッケー。できたよ。ほら、できやしたぜ。その間に固めるか固めないかって迷ってるんですけど、ちょっとじゃあこの、ハイライト見ます。固めた方がいいかな。前髪どう思う？みんなに任せる。そこはどう？時間ある。ポニーテの方が動きやすいのでは。もうそんなこと言わないでよ。やめて。もういいの。もういや、これで行くって決めたの。うん。前髪固めた方がいいかな。やっぱ絶対崩れるよね。いやもう別に崩れてもいいんですけど。うわ、ちょっとこれ気になるな。あ、気になる。あ、どうしよう。なっちゃう。気にしない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 。チャリで全速力。まあ別にそんな、そうだよね。固めとくわ。ワックスは、あ、やばい。
オッケー、できたよ。59、オッケー、余裕だぜ。だからチャリでポワッ引けば余裕です。はい、ということで、なんかのんびりとね、途中まではのんびりとあばらそば食べてたんですけど、余裕だよ、もう余裕だよ。はい、それでは、課題機皆さん、今からですね、来週の土日で行われます、4月の6、7で行われるんですけども、JAM2024 というものにゲスト出演させていただけるので、それの今からリハーサルに行ってきたいと思います。はい、ちょっとね、朝早いんですけど、朝なのかもうはい、頑張っていきたいと思います。そして明日もね、リハーサルあるんですけどで今日は、1時から配信するので、はい、ワンチャンなんか前後するかもしれないので、ちょっとそこだけご了承くださいっていう感じなんですけれども、でも一応お昼の配信はしようと思ってるので、はい、よろしくお願いします。待っててください。はい、ありがとう、みんな心配してくれて。怪我してくるね怪我したら泣いてね。あ、そうですね、お昼の配信はウマ娘を見ようかなと思うので、はい、興味ない方はすいませんすいませんって感じで。はい、では皆さん、また後ほどお会いしましょう。頑張ってきます、行ってきます。ありがとう。でもちょっとね男女読んでから、あ、運勢できなかったですけど、勘弁してね13位焼きそばさん、あ、12位あきなんさん、11位マックスのこひまさん、10位シャイニングフィンガーさん、9位アベルさん、8位フスさん、7位モーさん、6位チリちゃん、5位ポンタ、ジャムのリハ頑張ってね、当日応援くのねえ、待ったろよ、ありがとう。で、第2位が天津久さん、そしてそして第3位がトシさん。今朝も可愛かったよ、リハ頑張ってきてね、頑張ってきます、ありがとうね。第2位がジーニー、朝これって嬉しかった、リハ頑張って応援してね、頑張ってきますね、ありがとう、応援してくれて。そしてチャックン、アイシャン、アイさん、ありがとうございます。あ、第1位がアイシャンさんです、ありがとうございます。それでは頑張って行ってくるの、行ってくるの。じゃあ皆さん、また後ほどお会いしようねバイバーイ。